下を繰り返していきましょう。脇の下伸ばしていきます。3呼吸。吐いて1。ステイ。吐いて2。はい、OK です。ゆっくりとリリースしましょう。今度反対です。左の手のひらにテレポートして、前に。3呼吸、ご自身のペースで、吐いて1。吸って、吐いて。はい、OK です。ゆっくりとリリースしましょう。それでは足の指を立てましたら膝を伸ばしてダウンドッグです。足踏みしていきましょう。はい、それでは右手の外側に右足を置いていきましょう。親指を少し外側に向けます。そして右手を空にしてツイストです。で、吐いて右の肘を床、左の肘ももしできたら床に落としましょう。ゆっくりと前後に揺れていきます。はい、OK、ゆっくりとダウンドッグ。右足。左手の外側に左足、親指を少し外側に向けましょう。左手を空ツイスト、左の肘を床、できたら右の肘も床に落としましょう。前後に揺れていきます。それでは手と手の間に右の膝を挟んでいきましょう。カップハンズで胸を開いていきます。丁寧に息を吐いていって肘を床に落としていきましょう。圧力、右の太ももの付け根に圧をかけるような気持ちでゆっくりと息を吐いていきます。足を入れ替えていきますので、右足を後ろ、手と手の間に左の膝を挟んでいきましょう。カップハンズで一度胸を開いていきます。右膝、足の太い床です。ゆっくりと肘を床絡んでいきましょう。3呼吸ですね。はい、1、あと2呼吸。太ももの付け根、広がりいかがでしょうか。それでは手と手の間に右足を挟んでいきましょう。左の膝を床、足の方が床です。両手を太ももの上に乗せていきましょう。アンジュルアサナです。両手下から持ち上げて3呼吸。ステイ。膝の裏を伸ばしていきましょう。ステイ。吐いて2。ラストステイ。吐いて3。はい、OK、ゆっ
息を吐いて、はい、手と手の間に左足を挟みましょう。アンジャネアサナです。右膝床、足の甲を寝かせたらゆっくりと上体を起こしていきましょう。両手は太ももの上、両手下から持ち上げて、左膝に踏み込めたらもう一つ踏み込んでいきましょう。3呼吸して吐いて1、吸って吐いて、肘を伸ばして肩下げます。吸って、ゆっくりと次の吐く息で両手、右足の指を立てて膝を後ろに、左膝伸ばしましょう。ハンハヌマ、斜め前に伸びて吐いて、ゼクツ、最後に吐いて1、ステイ、吐いて2、両膝を曲げてウッドカタースのチェアポーズです。両手下から持ち上げていきましょう。一呼吸、お腹引き込んでいきます。ゆっくりと吐いて前屈ウッドアナーサナ、足を骨盤幅に開いていきましょう。親指を外側に向けていきます。そのまま腰を落としていきましょう。マラサナ、花輪のポーズ、肘で膝をしていきます。吸って吐いて、ゆっくりと右手を右足の外側、左手を空で吸って吐いて、ゆっくりと手の根の中心です。今度左手を足の外側、右手空、吸って吐いて、ゆっくりと手のひら合わせて親指を胸の中心です。肩下げていきましょう。はい、OK、両手お尻の後ろについていきましょう。その中指をお尻の方に向けて、足は骨盤幅、肘を少し曲げ伸ばしして肩甲骨を寄せていきましょう。テーブルトップ、お尻を持ち上げていきます。頭を落とせる方は落としていきましょう。喉を伸ばして、ゆっくりとお尻を下ろしたら、足をマット幅、膝を抱えて首を引きましょう。頭さえ揺らします。ゆらゆらと、はい、OK です。ゆっくりと足を揃えていきましょう。太ももの内側をぐっと締めて膝を抱えましょう。右手をお尻の後ろについて、左手を揃えて、右膝の外側に肘を引っ掛けて手のひら合わせましょう。吸って、吐いて1、いいペースで、吸って吐いて、はい、 OK です。反対、左手をお尻の後ろ、右手そば、胸を引き上げていきましょう。膝の外側に肘を引っ掛ける、このままでも大丈夫です。手のひら合わせて、ラストステップ、吐いて、はい、OK です。ゆっくりとリリースしましょう。はい、それではお水飲んでいきましょうか。
今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。